どうしてこんなに賑やかなんですか？あそこに吟遊詩人がいるみたいだよ。行ってみよう。よっしゃよっしゃ、せっかく里に吟遊詩人がいるんだからな。イエーイ。お酒を飲む前からテンション上げないでくれ。アンゴラの西の辺境を守るウザートの森の番人の皆さん、元気ですか？初めてウザートの神が見守る地を訪れました。ワイン、あの子は私たちがサンセットバレーで会ったあのチビと同じで鮮やかな赤毛だよ。对不起，我娘说一句话，这根本是小珍嘛，旁边就是呜呜啊。然后照理说，他们应该不是属于圣女之歌时代的人，而且小珍是，小珍不是被某一个老人传到另外一个时空吗？所以有可能是因为这个原因，因为他们，我记得在外传的剧情结局之后，就是小珍跟呜呜到处冒险，那去哪里冒险就不确定了。我看一下他们手势也没有那个休特跟那个鸭子，没看到鸭子哎。好，不管，好，反正应该就是小珍跟呜呜啦。一体何の資格があってチビ呼ばわりするんだ？クソ！私たちは雪降らぬ場所から来た吟遊詩人。吟遊詩人，来自雪不落之境的吟遊詩人。哇，小珍好漂亮哦！哇，那个红色裤子还破一个痕迹。もうすぐアンゴラの天秋祭が開催され、各地で神に選ばれた天秋聖女が王都へ向かいます。ウザートの聖女を祝福し、酒場にいらっしゃる方々のために歌を捧げましょう。故郷の羊飼いの歌。ナイル、お前に歌うようだぞ。本当だ。ごゆっくりお楽しみください。私たちの歌声が気に入ったらチップを出し惜しみしないでほしいにゃ。然后那个字没有配音。然而富足，凡人们就狂妄傲慢；然而贪婪，凡人们就心灵堕落。于是鱼浪作浴，于是邪念满盈，遗忘了神的话语，拒绝了神的教诲。邪灵依凭着思念，流窜在人心的腐败之中。群魔依凭着罪恶弥漫在大地的黑暗深处。邪神，你森林的鲜血自一顶绘就悲惨天空。邪神，你森林的骨骸残酷里成就死亡大地。呜呼，可憎的凡人啊。呜呼，他们的生命仿佛长主无情轻易的演习。这歌上好像初音的声音哦。神不曾放弃大地，拣选了信靠他的凡人。神不曾放弃凡人，启示了人间的救世主。吹响意识的号角声，神池诸神赐予的场景。大家有听到声音吗？应该有了，身体烙印着赎罪的印记。初音有歌声，因应神的讯息，凯同神的大军，诸法邪神与他一切的使徒，冰刃相接于混沌之境，浴血苦战于群魔消散了，化灭于无尽无边的波浪中。邪神降服了，封印于深不可及的阴沟里。凡人不苦了，苟活于残破不堪的地图上。
但一切并未就此结束，诸臣审判了。唱完了，还有救世主依着神主，咬牙跟剑作天舟，聚众千骑万兽，承载雌雄各七队，神于圣山下降下咒语，大雨持续无数昼夜，人往往不见光彩，被掉泪，刹那惊觉十余晚，自称渺小又无助，向神忏悔又何用？淹没冲毁所有历史痕迹。将一切回归初始虚无，罪与恶，善与美，所有的所有，那洪水冲上的边界，那一切终归沉寂，挥别了没有被神原谅的世界。救世主建造的天舟漂浮于无尽汪洋之上，床下的大海安详地向一面看着世间新年的镜子，故土过往的兴盛恍若两河一梦，或许这种中果真只是一场幻梦。坚强如他般面对如此吃紧吃紧，却依然痛心追心，绝望与无尽孤独如同牢笼般禁锢折磨着他，只剩日复一日的内心磨难与逐渐崩解的信靠。神啊，难道这是你希望的世界吗？救世主撕心裂肺地嘶吼着，死后不再渴望神的宽容，死后不再奢求神的救赎。诸神没有了指引，不再回应他的呼求动问痛问，天舟没有感恩了，只能越过无数寒冷的风浪，天舟没有感恩了，经历了49日的风雨穿梭。救世主的言语不再咒骂神，救世主的内心不再背离神。神终于倾听了救世主的呼求，看到云海中的特拉希尔之丘，看到了末日后的特拉希尔之丘。神恩赐的信靠着，汪洋洪水退潮了。神恩赐的信靠着，停住山巅萌发的绿意。神恩赐的信靠着，天舟之中拔高了参天之树，顶天巨树上孕育了无数各色的妖精。受命重建大地，受命就帮助救世主重建殿堂，妖精与人类共筑了彼此引以为傲的新世界。但凡人是伤亡的，凡人是脆弱的，幸存的子孙们重拾了自私与贪婪的果实，淡忘了背负着先祖过去无知与罪恶，依然是那么忽略教训，忽略旨意，再度走向那违背神的不归路，再度重蹈覆辙，再度在这诸神所应许的大地上再度恣意妄为。先知们或许忧心忡忡，又有谁能领悟？神罚日或许终将再临，又有谁能在乎？時は流れ、瞬く間に無数の年が過ぎた。再建された新たな世界、どのような物語に発展するのか。では少し休憩して、次の演目は、古の人間の王と妖精の愛の物語です。はぁ、こんな物語だったのか。彼女たちが歌ったのは、天衆の伝説で、この物語はフサルハイムでは、誰もが知っている物語だ。ウザートでは聞いたことないのか？いつもこの歴史の話になるとお兄ちゃんは寝てしまいますから。バカワインは脳筋野郎だからな。はいはい、発育不良の誰かさんよりマシだよ。なんだと、しばけたくら来いよ、やれるもんならやってみな。二人ともまた喧嘩しないの？お兄ちゃんいつも守りやお姉ちゃんをからかわないの？うん、わかったよ。お姉ちゃんは？ナイルの顔に免じて。これでこそ家族ですよ。あ、しまった。今日ジョシュア兄さんが来ていること、まだおばあちゃんに言ってない。おお、完全に忘れてた。それなら、銀融詩人が休憩している間に、一旦戻るか？
好，我们跟小珍他们讲话，他们是小珍嘛。呀吼，みんな。珍珍，珍珍。私はジェーンよ。ジェーンよ。是你在叫我吗？是啊，看到你的样子就让我想起以前的我，天生的顽天不怕地不怕的。以前的你，看你样子也没几岁吧？要记得活在当下，不要为过去懊悔，也不要为不可知的未来无尽烦恼。无尽，过去与未来都不是烦恼，该去伤脑筋的。珍惜你所重视的人文事物才是最要紧的，不要等到失去才后悔。嗯，我一直这么活着，哈，那就好。干杯，愿诸神祝福你。干杯。呀吼，みんな、私はジェーンよ。もう、ジェーンが一族を探したいって言うから。私たちはこの世界に来たのよ。珍珍，你说要找寻珠人，我们才来到这个世界的。哦，他讲关键字了，我们才来到这个世界的珠人，就是那个吧？我们一开始遇到很像，我一开始以为他是小珍，就应该是他的珠人。そうだよ。でもまさかゴアールの里が壊滅させられちゃったとはね。だからこうしてウザートに来たんじゃない。欸，他们额外配音耶。ゴアールにはアントラの大軍がいて。私のこの赤毛と猫耳を見たら問答無用って感じで私を捕まえようとしたわ。本当に腹が立つ。そしてあいつらはジェーンに問答無用でボコボコにされた。何よその言い方。あいつらが私を捕まえようとしたからよ。本当に自殺行為ね。にゃっはっは。で、私が言いたいのはそうじゃなくて、前に言ってたでしょ。体内に無限の鍵がはめ込まれているから、体が無限の力の一部を吸収したって。欸，讲到关键字了，因为体内曾被植入无尽之药，身体吸收部分的无尽之力，就是那个嘛，之前那个，那个叫谁？无尽宿命的最后 BOSS 叫什么名字啊？忘记了。就是他无尽之药放到小珍真正的体内里面。嗯，だから私たちは時空を飛び越えて違う世界の違う時代を巡りながら遊んで遊んで遊んでまた遊んでいるのよ。OK， 所以他们才可以穿越时空。じゃあ。この力を使い果たしてしまったことについてどう説明してくれるの？どこが無限の力なのよ。無限の力が尽きるなんて私も知らなかったのよ。にゃん。私たちはどうやって帰ればいいのよ。それはにゃん。わからない。しょうがないわね。こうなってしまったら焦っても無駄よ。とりあえず旅費でも稼ごう。どうやって、そうするしかないわね。私たちの帰りが遅いことを知ったお父さんが探しに来てくれるかもしれないしね。そうそう、じゃあ決まりね。心配しなくてもなんとかなるって。おー、太感動了。楽しく生きることが何より大切だ。もう、そうだよ。ゴアールにはあんた、そして何を、前に言ってたの。うん、だじゃあ、無限の私たち、それは、しょうがない。こうなってしまったら、焦っても無駄よ。とりあえず、旅費でも稼ごう。どうやって帰るかは、後でゆっくり考えればいいのよ。そうするしかないわね。私たちの帰りが遅いことを知ったお父さんが、探しに来てくれるかもしれないしね。他说老爷子就是那个我们不是在那个无尽的宿命，然后真正一到那个雾雾的世界的时候，不是有一个老头被袭击吗？我忘记那个他的名字叫什么了，太久了。好，我们跳过，我们听一下他们的中文配音怎么样？先存着吧。好，这集到这结束啊，剪个两集。好，我们听一下中文配音。哦，太感动了，可以看到真正他们，太难过了。可是他身上怎么没有绑那个牙那个休特？语音切换。哦，这个。大家好，我是珍珍哟。我突然有点不好的预感。
喂，真的尽情喝尽情跳舞就算了，尽情打架是哪招？然后这真让我想起以前开酒吧的日子，那时真很常跟人打架，真的怀念。哈哈，然后说是一代的时候。哼，珍珍，你说要寻找族人，我们才来到这个世界的。我觉得我们还是听师傅配音好了，没关系，我们先听完吧。是啊，没想到冈尔卢聚落竟然被毁灭了，所以才会来厄萨图看看嘛。冈尔卢那边还有一大队菱角人，见我一头红发和猫耳朵，就不分青红皂白的想把我抓起来，气死我了。然后都被你不分青红皂白的痛扁了一顿，不是？这怎么能说不分青红皂白？是他们想抓我啊，真是活腻了。喵哈哈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 ！哎哎，我不是说这个，你之前说因为体内曾被植入无尽之药，身体吸收了部分的无尽之力。对啊，所以我们才能进行时空跳跃，在不同世界和时间穿梭游历，一直玩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 呢、啊、那你现在跟我说这股力量耗尽了是怎么回事？这算哪门子无尽之力啊？我也不知道，那无尽之力也有用尽的时候嘛。娘，这下我们要怎么回去啊？这我也不知道，真拿你没办法。既来之则安之呗，我们还得赚些旅费呢，要怎么回去慢慢想办法咯，只好这样咯。说不定老爷子看我们太久没回去就会来找我们。没错没错，就是这样，船到桥头自然直。好，这集到这边结束了。那希望频道欢迎到我频道的订阅，欢迎到粉丝按赞，以及最新消息。谢谢大家继续收看哦，谢谢，拜拜。